こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。えー、岸和田 G1、高松は宮記念杯も、えー、3日目、えー、準決勝の予想をお送りしたいと思います。はい、まずは、えー、概要です。9レースは、貫禄の平原を本戦にしたいと思います。10レースは混戦でなので、 えー、自力型ボックス。プラス、まあ、自力型ではあるんですが、バンテオ、マール、ハラダも合わせて、えー、4社のボックスにしたいと思います。11レースは、えー、っと、ここはもう、ニッタが、えー、一気にスピードで押し切っちゃうんじゃないかなと思います。12レース。まあ、ここはですね、えー、 竹内もいるんですが、脇本が主導権を取って、故障とワンツーと。ただ、あの、竹内が思う以上に抵抗してもつれれば、えー、高速距離は短いけれど、一瞬のスピードのある北鶴のまくりが穴目だと思っております。はい、えー、詳しく見ていきましょう。えー、9レースです。えー、平原が登場してまいりますね。あと、あのー、 新田を2日間連続で指した渡辺和成も登場です。百田7期ルーキーの新山も注目です。はい、ご覧の四分線ですね。で、一番長いラインが吉田拓也なんですよね。 バック回数を見ると、新山が15回、えー、姿が10回。まあ、もっとも、あの、ホーム回数になると2回、えー、っと、姿が6回と減るんで、姿はそんなに、あの、構造距離が長くないっていうのはわかります。まあ、今回は、あの、姿は新山の番手を回ります。 で、6回でな、えー、ホーム回数が並んでるのは吉田拓也となります。吉田拓也のラインが一番長い三者になります、えー。渡辺和成は競技に出ているので、2回、えー、ホム、バック2回、ホーム3回ではあるんですが、えー、もっと、あの、実際は多いと見た方がいいかと思います。 さてですね、これ主導権なんですが、あっと、もう出てしまいましたが、まあ、えっと、軸は先ほど、あの、申し上げた通り、平原を、貫禄、貫禄が光るレースだと思うんです。で、主導権を取るのは、あの、新山じゃないかなと思ってます。で、姿がつける。で、この3番手を、じゃ誰が回るのか、 とというところに先頭を回る選手で言えば、あこのレース、そうか、難関がいないんだ。なので、関東と北日本が、まあ、2つずつのラインを形成することになるんですが、まあ、その中でも、えー、北日本の深山。 えっと、茨城の吉田が主導権を握る可能性が高いと思われます。3番手となると、吉田がハマるような展開もあるんですが、準決勝、ここを忘れてはならないのが、基本2着権利なんです。3着は4レース中1人しか上がれません。となると、まあ実質2着なんで、 かなりあの激しい戦いなんで、えっ、ー、と、新山が逃げるとして、ここの3番手は絶対欲しい、誰もが欲しいとこなんです。そうなった時に、えっ、えー、と、平原、まあ、いつもはそんなにシビアに行かず縦の競争をするんでしょうけど、ここはあの、シビアな走りを見せ、見せるんじゃないかな。 ま、位置をとって、の競争で、えっと、勝負圏内にいるっていう、勝負圏内で、えっと、回ってくるような走りをするんじゃないかなと思いまして、え、ひ、まあ、平原を本線で、マークする木暮れとの折り返し。木暮れを昨日平原さしましたからね、 平仕掛けが早いと着ぐれを指し目はやはりあるとそれからですねえー、っと渡辺もやはり連日日田を指してる好調なので、えー、裏を返しておかなければなりませんあと上げ,げたいのが新山姿主導権を取るラインですね こちらの残り目があるのかもしれないです。ま、えっ、ー、と、吉田とかもあの、吉田とかもいますが、えー、この辺に絞らせていただきました。えー、続いて10レースです。 はい、ご覧の9人。えっ、ー、と、三谷隆起が登場ですね。で、s k s 派は他に深谷智弘がおります。えっ、ー、と、107期の小川慎太郎とか、あの、は、原田健太,、えー、田健太郎も、えー、気になるところではあります。はい、こちらは3分線です。変則的な3分線。えっ、ー、と、 近畿が4人なんですよねで、えー。三谷が前を回ることになりました。で、かえー、っと、まあ、村上博之の方が点数はあるんですが、河、えー、村が番手を回ることになりました。これはですね、村上博之よりの方が、まあ、賞金がかなりあるということもあって、まあ、2着権利なので、三谷が残るとして、 川村を乗せたいというのはあるのかなと思います。まあ四球はまだ角がちょっと下なので4番手に甘んじる警戒になるかと思いますが、まあ、個人的にはシビアに踏んでほしいとこなんですが、さてどうなんでしょうか。まあ、この近畿の4人の結束、まあ、強いとは思うんですが、ちょっとうん気になる 感じではありますよね。まあ、三谷の走りですよね。気になるのが。えっと、一番行きそうなのが、えっと、やはり挑戦者の立場である小川慎太郎だと思うんです。派ダに任せている限りは、かなり積極的な競争をえしてくると思うんですよね。で、かつ、深谷も、もちろんし、あの、 仕掛けるタイミングは逃さないと。緩んだとこを行くという流れなので、3人とも結構、うー、これ、結構両方、どちらか両、どちらかだと思うんです。えっと、自力型が、まあ、2着権利だということで、残るかどうか、残る、後ろことをあまり考えられないので、残る競争をするか、それとも、 あの、叩き合っちゃって足を消耗し合って、潰れて追い込み型が、あの、来るか。一応私はですね、えっ、ー、と、自力型、準決勝は基本的にですね、えっ、ー、と、自力型が残る競争をするんで、自力型のボックス、まあ、プラス、まあ、えっ、ー、と、小川の番手を回る形になる花田、 手動権を取るのは小川だと思うんで、その場で言えるハーダも無視できない。ということで、えこの4人の、えー、とボックスとしたいとは思うんですが、このレース難しいです。えー、逆の目として、あの、もう、前を回る3人が潰し合っちゃったら、まあ、その場合、あの、見たにも、 当然足を使っているということでしょうから。まあ湿地とかも怖いですし、小倉龍治も反動投げで3着来ましたしね。まあ死境とかもチャンスが出てくるんじゃないかなと思います。私はこの自力型主体にしましたが、えー、逆に追い込み追い込みというのも、あのー、 展開次第では考えてもいいかと思います。えー、続いて11レースです、えー。日田が出てくる準決勝東ですね。えー、他に武田豊樹が、あの、SQS 班として出てまいります。はい、こちらですね。3分線プラス1ですね。えー、と、いう、なん、 バック回数が一番多いのは値田隆史なんですが、えー、っと、ラインがなすごく長いのは吉沢を中心とする、吉沢を先頭とする関東なんですよね。吉沢も、あの、バック回数こそ値段には負けてますが、二対四というのがあるんで、吉沢もかなり 積極的な競争をよりあの、してくるんじゃないかなと思います。まあ、後ろ、やっぱり武田に任されてますからね。吉田にとっても責任が重大なんではないかなと思います。まあ、値段も積極的な競争をしてくるんですが、二着権にということもあって、まあ、後ろ、エビネを、先輩のエビネに任されてはいるんですが、 もしかしたら残る競争をするんじゃないかなと思います。まあ、どちらにしても、まあ、吉田はちょっと末にもん、問題抱えている。値段はちょっと競争が、あの、はまった時の爆発力はすごいんですが、まだ、うん、競争が荒いということで、結局は、あのー、 両者が、ネダー、吉沢両者が足を使っちゃって、えー、ニッターが、足を溜めてるニッターが一気にスピードで人まくりをしてしまうんじゃないかなと思います。あの、ご覧の通り、ちょっと点数多くなってしまって恐縮です。この佐藤慎太郎がちゃんとついていけるのかどうかですよね。 逆にネダや吉沢が先手争いをしたら、どちらかがハマり合う展開というのもあるんです。まあ、それでもハマっても、また行っちゃうという可能性はあるかと思うんですが、まあ、特にネダが吉沢の番手にハマったときは、ネダすぐ行っちゃいそうな気はしますね。まあ、あのー、 根田も吉沢もい、いますし、いりますし、その番手、えー、エビネ、武田投機まで必要なのではないかと思います。三着、三連単になるともう、誰もいいチャンスがあるんじゃないかな。志村大河もう足良かったですし、短期でもある菊池、えっと、短期が結構、あの、今場所いいんですよね。 なので、不気味な存在になってくるんじゃないかなと思います。最終レースは準決勝、えー、西日本ですね。えー、ご覧の9人。えー、SKS 派は浅い、えー。そして、えー、っと近畿の。 スピードに勢いのある脇本、そして地元の古障が登場です。はい、ご覧の4分線ですね。えー、っと、近畿は4人いるんですが、別線と別線を選ぶことにしました。このレースは、あの、さっきの10レースは、 4人結束だったんですが、今回は、別戦になりましたね。まあ、やはり、あのー、胡椒と脇元を、に対して気を使ってるっていうのは、相変わらず見えるかと思います。まあ、もっとも、あの、レースになったら別で、えー、っと、優勝、 白コース用もですね、その脇本の仕掛けがちょっと遅くなったとなったときは、村上弟なんかをブロックしてましたし、やはりそうなったときはあのし、2着権利ということもあって、シビアに走,走るんじゃないかな。まあ、稲垣もあの決勝残りたいでしょうしね。 そうなると、村上もそういう、あの、仕事をせざるを得ないという流れになってくるかと思います。まあ、脇本は、あの、脈子賞ではちょっと、まあ、前を取ったということもあるんですが、あの、仕掛けがうまくいかなかったんですが、ここはきっちり、あの、仕掛けて先定を取って、 えー、故障とワンツーを決めたいところであります。えー、っとですね、バック回数見てみると、まあ、みんなあのバック持ってるんですが、えー、っと、数字で見ると竹内がトップ、2位が故障なんですね。ま、もっともあの脇本は、競技に行ってるので、 7回というのはほぼあの先手を取ってるってことなんです。なので、この数字はあの結構7回と言っても驚異的な数字です。もっと竹内が15回、ホームでも16回なんで、えっ、ー、と、白虎省では竹内短期だったんです。まあ、短期でもやっぱも ジャンでですね、結構外中断いましたから叩いていくし、ここで短期でもひるまずいった、いって、4コーナーまでなんとか先頭にいましたからね、竹内も結構、あの、かかり、いいんじゃないかなと思いますで。今回は浅井が後ろにつけることになったので、 ましてや、竹内にとっては、あの、まあ、脇本がいなければですが、かなり主導権を取りやすくなった。走りやすくなったのではないかと思います。そうなると結構、竹内も脇本に挑戦してくるんじゃないかなと思うんです。 で、そうなると、お互いが結構足を使ってしまう流れになる。まあ、脇本がすあの最終的に先手は守るかと思うんですが、うん、結局はまくられるんじゃないかなと。でその時に、まあ、稲垣もあるかもしれないですが、私はですね、えっと、一瞬の強烈なスピードを持つ北通の方、 え、に行ってみたいと思います。えー、っと、あ、す、すみません。9229って書いてますが、これ72な、二7は間違いですね。すみません。お詫びして訂正いたします。これが本線。えー、穴は、あの、8番北鶴から、えー、マークする山田。 えそれからですね、稲垣が積極的に行った場合は,やは、稲垣が絡むことも考えたんですが、後ろが村上で、えっ、ー、と、白骨を一着取ってるんで、結や村上に刺されるんじゃないかなと。まあ、そんなにいい気配はなかったですからね、稲垣も。 まあ積極的に白虎章はいったかとは思うんですが、そうですね。まあ、でも稲垣2着に残ってたのか。だから、結構、まあ、稲垣は足は仕上がってる。 感じですね。まあ、もっとも、村上が、そうですね。来たついまくられた時に村上が、稲垣を残そうか。一応稲垣も、残るとは思うんですが、頭より2着なのかなーっていう気はしますね。まあ、それは、あの、村上も同様なのかもしれないですね。 つまり、えっ、ー、と、ここでは、あの、8から352って書いてますが、もう少しまとめると、8から32の折り返しと、8から59なのかなという気はします。えっ、ー、と、一応2も、あの、故障もですね、地元の維持 脇本が使っても主導権を取るとみて、脇本はあの粘れないんだけど、故障は何とか、あの、前残りがあるという見方になって、をしております。はい、以上、準決勝長く、20分以上長くなりましたが、あの、4レース分お送りいたしました。はい、明日はどのような結果になるのでしょうか お楽しみに。えー、毎度のことですがですね、チャンネル登録、えー、っと、高評価、コメント、またこの動画の SNS などの共有を歓迎しております。チャンネル登録も1000人目指しておりますので、よろしければ登録をお願いいたします。えー、ブログ、ツイッター、 のアドレス、説明欄に記載しておりますので。よろしければ見てください。また、この画面最後の20秒で、関連動画、動画プレイリスト、えー、出てまいります。あの、お時間がありましたらそちらを見ていただいて、えー、プレイリストに関しては、の YouTube の機能で、えー、ブックマークもできますので、チャンネルに、あなたのチャンネルに、あの、 ブックワークできますので、そちらもよろしければお願いいたします。はい。というわけで、G1、岸和田、高松大宮記念杯、3日目準決勝の予想をお送りいたしました。ゲーム動画でいこうでした。